ちは。こんにちは。さあ、ゆだかさん。御三家。御三家。御三家って言ったらさ、はい、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹。俺らの時はな。はい、私の時は御三家っていうと、織田裕二さんとか。それ歌手じゃない。あの俳優さんの御三家ですね。 ありました。あと吉田栄作さんとか、 あともう一人忘れちゃいましたけど、なんか橋幸夫、尾崎清彦、船木和夫、その前すごい。でそれ、まあ、多分知らないと、まあ、徳川御三家が始まりなんですけれども ね、はいはい。で御三家といえば、はい、今巨人のブルペン、はい、中でも若手ブルペンの御三家、はい、非常に注目されると。あ、魅力あるな、はい。今年あのブルペン結構若手の注目選手をバンバン投げてまして、だみんな同じように見えちゃうんだよね、巨人の。 なんか似てるんだよ、すごく。これ何ですか、伝統なんですか。まあ、伝統がまあ教え方というか、はい、そうかもわからないけども、はい、体もいいしさ、本当です。なんか角度あるしな、ボールに、はい、すごいですね。魅力的だなっていうピッチャーが結構いるよね、はい。だから巨人のいわゆる御三家のピッチャーの三本柱っていうと、もうね、あの3名じゃだったじゃないですか。桑田、斎藤、はい、槙原、はい。だそこからなかなかこの三本柱みたいなのって、こう代名詞御三家って出てきてないですか、巨人って。あれ以来はないよね。あそこがもうちょっとすごい。それまでは江川、はい、西本、はい、佐田岡。ああ、そうですね。佐田岡さんちょっと落ちたけどね。ちょっと前ね、ないかもしれないですけど。でも人気は一番あったから。まあ、だってイケメンでしたもんね。だからそれ以来、御三家ってないよね。なかなかやっぱ3本揃うっていうのは難しいんですかね。ないないない。ただ、巨人、新たな3本柱が来るんじゃないかと。そうだな、はあ、いうことで、ちょっと3名注目の豊さん、はいはい、投手を挙げていきたいと思います、はい。まず2018年のドラフトで入ってきた、はい、まあ、豊さん一押し、はい、直江投手です。あ、ちょっと綺麗すぎるんだよね。言ってましたね。本当にオーソドックスの見本みたいなさ、うん、はい、まあ、そんな感じのピッチャーだよね、はい。でまあ、昨年投げてる姿とかもちょっと見たけど、うん、ちょっとスタミナ不足、はい、うん、まあ、そういうのが否めないという、うん、あれがスタミナついて本当に安定した力で120、30球投げれたら、はい、それはもう勝てるピッチャーになるよね。そうですよね、うん。まあ、18年のドラフトなので19、20、21、20、まあ、4年目に今シーズンもう出てこないとね。ただ腰の手術したからな。そうなんですね、ヘルニアの。そのあたりも気になりますけれども、うん、まあ、4年目なので、まあ、先発、なんとか先発のローテーションに入ってほしいよな。これ直江投手がこのままうまく成長していくと、巨人のやっぱりそのエース的な存在にももちろんこうなりうるような。なりうるよ。だって球速もまだ上がってくるだろうしな。あれから155とか、はい、そのぐらいまで行くんじゃない、うん、力あるもん。やっぱりこの投手の魅力っていうのはその力のある、まあ、力というか綺麗さだよね。綺麗、うん、綺麗、うん、綺麗プラス速いという、うん、まあ、そういうのが特徴かな。似たような巨人でこの今までで言いました、このタイプ、この選手と似てたなみたいな、巨人以外でも昔ヤクルトの高野っていたんだよ、はい、高野さん。ああいうピッチャーじゃないかなっていう気がする。ちょっとボールの角度を使いながら、はい、うん、あのぐらい力強くなってくれるといいなっていうふうに思うよね。楽しみですね。まあ、川崎とかね。あ、ヤクルトの健二、川崎健二郎さん、うん、はい、とか、まあ、そういうタイプかなって思うね。おお、じゃあ本当に将来というか楽しみな。いや楽しみだ。投手ですよね。2人目、はい、豊さんもさらに一押ししている、うん、2019年のドラフト1位、堀田健伸投手。堀田いいな。はい、023堀田投手です。いやちょっとあの、まあ、映像でブルペンで見たけど、はい、いいいいですよね。あのバランスがいいよ。それはトータル的バランスっていうことなんですか、うん、で体もでかいしさ、いいピッチャーいるじゃんって思うよな。そうなんですか。ジャイアンツ何してたのよみたいな。あのすぐにトミー・ジョン手術をしてしまったので、うん、まあ、出てこれなかったんですけれども、今年、まあ、出てくるんじゃないかというふうにも言われてまして、でいち早くその青森山田だっけ。そうです、青森山田高校から。で、ブルペン、ワンクール目の何日か目かだったんですけど、松坂大輔さんが見学でいらしてる時に、
原監督が松坂選手と堀田投手を合わせていろいろ何か話をされてたんですよね。こういうのも何かあるんですか？いろいろ勉強になることが、ね、あればね、はい、まあ、桑田ほど勉強になるピッチコーチは俺はいないと思うんだけどトミジョンもしてるしトミジョンも一緒にしてるしね一緒の手術してるしだけどやっぱ刺激だよね、うん、やっぱこう堀田が桑田を本当に知ってるかって言ったら、はい、なんかおぼろげなんじゃない。もうそれは松坂の方が世代的には知ってるよね。そうですね。だからそういう意味では言葉の説得力を持つのは、まあ、松坂の方が持つのかなっていう気もするし、うん、でも松坂からこう話をもらったっていうことはすごく大事にするだろうしね、うん、だからそういう意味では一つの刺激になってくれるといいよね。そうですね、うん、今年何かねこう一軍で、まあ、先発向きというか。いや先発使いたいよ、ね、何言っちゃってんの中継ぎではないですよ。トミー・ジョンしてるんだから先発行かしなさいよ。ガンガン球速も出てってことですよね、うん、いや魅力あるよ。ありますね。パッと見てびっくりした、こんなピッチャーいたんだと。そうなんですよ。で、まあ、ちょっとなんかイケメンのベビーフェイスなので そのあたりも女性ファンもちょっと増えるんじゃないかな。顔もちっちゃいよね。ちっちゃいですだからモデル体型じゃなかった。はい、一瞬パッと見たけど、はい、バランスもそっちのバランスも良かったので。いいよな、はい、いやでも体のバランスがいいっていうことは、うん、使い方も楽だと思うよ。俺なんか使い方大変なの顔でかいし足短いし、そ日常生活手短いしさだから野球やるの大変だったんだから。ちょっと待ってください、その顔は関係ない。そんな冗談でほっとけよそういうことは。それも関係あるのかと思っちゃいました、はい、さあそして3人目が2020年のドラフトです、はい、ドラフトで入ってきました山崎伊織投手からもトミジョン受けて、もう手術みんなしてるな若いのに。手術しないと一員になれないよ、はい、どっか飯入れろみたいな感じなんですか今の終盤は、うん、ちょっと分からないんですけれども、東海大から、うん、はい、東海大から入ってくるピッチャーって上位で入ってくるピッチャーって、うん、やっぱこうボールに力があるし、はい、やっぱ伝統的な投げ方ってあるんだよね。例えばその菅野投手とかって東海大、まあそうそうそう、ね、伝統的で昔ロッテに井部っていうピッチャーがいたんだけど俺らの世代の時、はい、このピッチャーのボールに力があってさ、はい、そのなんか左肩をこう開かないようにこう投げるっていうさ、そういう投法なんだけど、はい、なんか伝統的なものがあるよねボールに力がある。それはやっぱりこう教えてる方の伝統もあるってことなんですかね。可能性があるよね。だから堀田というのがキレとか角度だったら、はい、山崎はボールの重みとか、はい、パワーで押してくるんじゃないかなっていう。またタイプがちょっといやだから投げ方は違っても球質は全く違う3人が揃ってるっていう。ただタイミングの取り方が一緒だから、はい、ちょっと困るよね。そうですね、バッターとして嬉しいというか嬉しいよね、はい、だからハマっちゃったら打たれるというさ。そうですね、うん、だけどまあいいピッチャーがいるんだなと思った。そうですよね、前途洋々かな。もう手術もしない、2回もしないだろ。そうです、大丈夫もしないでしょうし、今度左やるか。もう左いらないですね、こっちいらないだろ、これで投げないんだから。そうですね、もうだからもう故障とかそう手術もないと思えば。いやこれはね、手術明け、はい、まあ、うまくリハビリができてれば、はい、今年本当にこの3人というのは十分戦力になっていく可能性があるよね、はい、そうですよ。なのでこう、ね、投手陣の層がもっともっと厚くなっていくっていう。だから一つの目標が、はい、やっぱこう戸郷というピッチャーが結果を出したよね、はい、だからもうあれ以上のなんか素質のクラスだから。あ、今あれ戸郷もすごいよ、すごいいいものを持ってるけども、はい、それ並ぶぐらいの上のやつもいいんじゃないかなっていう思うぐらいの素材だから、はい、うん、必ずなんかこう力を出してきそうな気がするんだよ。そうですよね。だから今ちょっとブルペンでしかまだ見てないんですけれども、うん、例えばこの後紅白戦、そしてオープン戦ってなっていった時に、うん、どういうまたさらにピッチングをファンに見せてくれるのかっていう。そうだね。だからまあキャンプの時ってよく見えるんだけどさ、はい、やっぱ目についたよね。やっぱ中でもってことですよね。中でも、うん、中でも目についた、うん、だから楽しみだな、なんかな、ね、ただね、ブルペンとやっぱこう試合の紅白戦だとか、はい、オープン戦だとかのマウンドに上がるとやっぱこう気分が変わるからね。やっぱりちょっと緊張だったりとか
その硬くなったりとかもしてっていうことなんですか、まあ、そうだろうね、打たれたくないとかさ、うんうん、まあ、欲との戦いもあるだろうし、はい、だから、まあ、最初の登板というのはこう箱みたいなの作ってあって、ブルペンで投げてるような気分で投げさせたらどうやと思う時があるぐらい変わってしまう時があるんだよ。そんなに変わっちゃうんですね。人がいる、はい、だからもうこんな箱かなんかを作って投げさせとかさ、あとよくあの馬ってあの競馬の時にしゃがんたいな、はい、前で見えないように、そうそうそう、もう 雑音が聞こえないような感じで投げさせてあげた方が本来のピッチングはできるってことですね。できるかもわからないけども、はい、まあ、そういうわけにもいかないけどね、はい、だけど、まあ、自分の素質を信じてくれれば、はい、必ずいいピッチャーになるし、はい、あのいい投球が俺はできると思う。おー、だから自分を信じることだね、まずはね、絶対大丈夫って、うん、これヤクルトの売り言葉じゃないけどまあ多分でもいいや、多分大丈夫だ、これだったらっていう、ね、ぜひね、この3投手にも注目して、いやもうちょ本当楽しみにしてるわ、はい、ね、はい。